ボルガブルガールは7世紀から13世紀にかけてボルガ川と鎌川の合流点周辺に存在した国家である。ボルガブルガールの領域は今日のロシア連邦内のタタールスタン共和国とチュバシ共和国の領域に相当し、ボルガタタール人、チュバシ人はボルガブルガール人の末裔と見られている。ボルガブルガール人は自身について記録を残しておらず大半の情報は 同時代に存在したアラブ、ペルシア、インド、ルーシの資料や考古学上の発見に頼っている。このため、ボルガブルガールについての情報は限られたものになっている。ボルガブルガールの土地には当初フィングゴル系の人々が定住していたと思われる。トゥルク系のブルガール人は大ブルガリアから分離し、660年頃にクブラトの息子コトラグに引き入られ、 アゾフ地方から精神をはじめ一部がその地に定住し、8世紀にボルガ川の下流域までたどり着き、9世紀の末になると、現地の住民をまとめ支配していった。残りのブルガール人は精神を続け、今日のブルガリアのドナウ川流域まで移動し、現地のスラブ人と融合、または吸収され、南スラブ語及び東方政教を採用し、その地に留まった。 AD1200 年のユーラシア大陸ボル、ガルシのブルガール遺跡にある小さなミナレットエラブガにある12世紀に建てられた悪魔の塔。10世紀の探検家、地理学者であったペルシア人のイブンドスタによれば、ボルガブルガールの人口の大部分は、ブルガール、スアル、バルシル、ビラル、バランジャルなどのトゥルク系民族で占められ、フィンウゴル系のブルタス等の集団も一部に含まれていた。 今日のタタールスタン共和国及び、チュバシ共和国の住民は、大半が、ブルガール人の末裔とみられている。10世紀初頭、アルムシュの治世のもと、ボルガブルガールはイスラームを国境として定めたが、テングリスーハイや、他の宗教も続けて信仰された。ボルガブルガールのイスラーム需要を受けて、アッパース朝のカリフであるムクタディルは922年3月に、イブンファドラーンら施設団を、 ボルガブルガールに派遣した。その目的は、国交の樹立、カーディ及びシャリーアの学者の派遣、城塞やモスクの建設の支援などであった。イブンハドラーンが、この旅行の内容を書いた、覚書は、当時のボルガブルガールの状況を知る上での、代表的資料となっている。シルクロードのボルガ交易路に位置するボルガガー中流を、支配下に置いた、ボルガブルガールは、 地域交易の拠点を確保して繁栄し、ボルガブルガールの首都、ブルガールの規模、富は他のイスラーム世界の主要都市と並び称された。ブルガールの主な交易相手は、バイキングや八海沿岸地方、ハンティ人、マンシニン、ネネツ人などの西シベリアのウラル語族の内前二者が、ウゴル諸語で、後者がサモエード諸語の系統に属する民族であったが、その交易範囲は、 バグダッドやコンスタンティノポリス、西はヨーロッパ、東は中国まで及んだ。他のボルガブルガールの都市は、ビリアル、スアル、カシャンやジュケタウなどで、今日の大都市火山やエラブガもかつては、ボルガブルガールの辺境要塞であった。この他に、アシュル、トゥフチン、イブラヒム、タウイレなどの都市が、流シゴ資料で言及されているが、未だ発見されておらず、このうちの一部は、 モンゴル人来襲の際に廃墟とかしたと思われる。ボルガブルガールの西に存在するルーシ系の諸国は徐々に軍事的な脅威を増し、11世紀、ボルガブルガールはルーシ族の襲撃によって大きな打撃を受けた。12世紀と13世紀には、ウラジーミル公国のアンドレイ・ボゴリプスキーやフセボロド3世などが継続的にボルガブルガールの都市に対し略奪を繰り返した。 これらのスラブ人の圧力を受けて、ボルガブルガールはブルガールからビリアルエ戦闘を迫られた。1223年9月、サマーラ周辺に、スブタイの息子ウランに指揮されたモンゴル軍の先人隊が侵攻してきたが、激戦の末に撃退された。1236年、モンゴル軍は再び、ボルガブルガールを攻め、5年間の時間をかけて、当時内戦状態にあった。 ボルガブルガールを支配下にした。その後、ボルガブルガールは、ジョチウルスに取り込まれ、いくつかの広告に分割され、それぞれが、ジョチウルスの属国となりある程度の自治権を有した。1430年になると、これらの広告のうちの3つの協力のもとに、火山反国が成立した。モンゴル支配のもと、ボルガ川中流域は、ボルガ川下流域から移住してきた、キプチャク系。 中陸民族の影響下に置かれ、住民の言語的キプチャク化が進行した。ボルガブルガールの古地は、1552年の火山半国の滅亡により、ロシアツァーリ国に併合されたが、ボルガ川の流域の最初のムスリム国家である、ボルガブルガールの記憶は、その後も、当地のムスリム住民のアイデンティティをめぐる、論争の的になった。19世紀初頭には、 歴史家のフサメッティン・ブルガーリーによるブルガール諸子が表されたほか、19世紀後半に火山周辺で活動したイスラーム神秘主義教団のバイソフ神軍も、自らをボルガ・ブルガールの直系として位置づけた。ボルガ川の下流域の地域的、歴史的一体性を強調する19世紀以降の、こうした動きは、同時代に発展したハントヨルク主義の主張と対立し、 ボルガ川の下流域のムスリム知識人の間で大きな論争となった。また、キリスト教徒であるチュバシ人知識人の間でも19世紀後半のロシア東洋学の発展により古代のブルガール語がチュバシ語と禁煙であることが明らかとなると自らの民族起源をボルガブルガールに求める意識が高まった。一方で1940年代のソ連民族学では ボルガブルガールをソ連領内で自制的に発展した民族集団として位置づけ、その子孫をタタール人に同定し、チュバシ人の民族起源をフィンウゴル系先住民族に位置づける学説が主流となった。こうした学説の背景には征服者であるモンゴル帝国の系譜をソ連邦内諸民族の民族起源説から排除する政治的な意図があった。これに反発した チュバシ人知識人は、ブルガール起源説を発展させ、1970年代には、タタール人知識人との間で、ブルガールの後継民族をめぐる、民族起源論争を繰り広げた。また、ソ連邦の崩壊後、タタールスタン共和国では、タタール人の民族起源についての関心が高まり、ジョチウルスからの連続性を強調する立場と、ボルガ川中流域という地域的連続性を、 強調する立場の間で大きな論争となった。ありがとうございます。